はい、ちゃん、おはよう。おはよう。今日こんな来たよ。こんなやつが来ました。こんなやつが来た。ナイロンコード。食べ物じゃないよ。今日はこれでやってみようと思います。聞いてる？聞いてますか？ナイロンコード、な。これは、チタンのコードです。はい。じゃあこれでやってみましょう。これが気になるやんな。これがな。ここでやってみろってこと。よし。はい。はい。じゃん。はい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 。上がった、上がった。上がった。はい、もう。カメラ。カメラ見て、カメラをちゃんと。はい。カメラ見て。向こう、向こう。向こうちゃんと見。今日も頑張りましょうかな。うん。じゃあ天気よ。はい、どうぞ。はい。はい、カボス TV ゆうじです。今日もポカポカ陽気でございます。今日は本当にいい天気なので、先日の続き、カボスの株元ですね、その辺を整備していこうと思います。で、今日ね、こういうものをちょっと使っていこうと思います。これ斉藤年次さんのチタンコードのナイロンコードですね、スパイラルが入ったやつですけど、まあ、こういうものをいただきましたんで、よくわかりませんけど使ってみましょう。形状の方がちょっと待ってくださいね。スパイラルなので、まあ、よく草は捉えると思います。まあチタン入りの感じですね。こんな感じで。じゃあ今日はこの斉藤年次さんのハイブリッドチタンコードっていうものをいただきましたんで使ってみようと思います。はい、差し込みタックルなので、今日はこれカボスカンパニーオリジナル商品のガッツエアアシストライトなんですけど、まあ、こう揚力で作業軽減をするというやつですね。ちょっとね、こういうやつですね。これ使いかけないけど、こういうプロペラタイプです。で、これを組み合わせて今日は使っていこうと思います。はい、じゃあハイブリッドを差し込んでいきましょう。差し込み方法はここの丸穴とここの丸穴ですね。この丸穴とこのトンネル穴があります。丸穴の方に上から通します。トンネルをくぐらすという感じです。こんな感じですね。対角線上にこうします。こんな感じ。はい、こうまっすぐ出るようにね。このガッツラクラクファンクション Z はかなりこういろいろと改良してどんどん良くなってきてますね。これは去年下ろしたホルダーなんですけど、今のところ全然問題なく使えてますね。じゃあちょっとこれ付け替えていきましょう。はい、でこの、文字がついた方がギア側につけます。まあ、こういうガッツエアアシストライトは結構女性とかにはいいと思います。結構ふわふわした感じで、こういう差し込みタイプは結構ナイロンコードが、まあ、高いんですけど、手軽さっていうのはこの差し込みの方がいいですね。特に女性の方は差し込むだけなんでこっちの方がいいと思います。こういうボビン式はトラブルが起きた時になかなか復旧するのに時間がかかってしまうっていうので、まあ女性はこういうのに苦手な方はやっぱりこのシンプルに差し込むタイプがいいかとは思います。はい、じゃあこれでやっていきましょう。はい、今日はここをやっていきます。桜がね、綺麗なんよな。で、先日はここをやりました。綺麗ですね。なんかもうちょんちょん立ってるな。ここののり面もなんかもう生えてきてる。今日はここをやっていきましょう。はい、ではやっていきましょう。ガッツエアアシストライトとハイブリッドチタンコード、これでやっていこうと思います。じゃあ安全作業で頑張っていきましょう。
はい、株元だけと思ったけど、もうスパイダーモアで買った後、もうちょんちょん立ってきてるんで、また全体的にこう刈りました。今こんな感じですね。おお、いいね。おお、いい感じ。なんかウルトラビートに似たような刈り心地ですけど、まあ、ウルトラビートより少しこう草を捉えるかなっていう感じですね。いいね。まあ、もうちょっとやってみましょう。はい、降りました。ちょっとカメラが逆光になるんでアングル変えました。ハイブリッドチタンコード、これいいね。ウルトラビートと一緒ぐらいいいね。とても良かった。まあもうちょっと使ってみようかな。あとやっぱこういう差し込みホルダーは軽くていいですね。ボビン巻きのオート繰り出しはあれあれでいいんですけど、やっぱ先端が重くなるので、こういうこう差し込みタイプはシンプルで非常にシャフトが軽いです。あとなおかつこのガッツエアアシストライトは扇風機みたいになってるんで、揚力で浮き上がるんで、なおさらこう軽く感じますね。ちょっと使い方のコツはいるんですけど、ふわふわするんでとてもこれ楽ですね。もうちょっとやりましょうかね。はい、では続きいきましょう。さっきやったところのこの道を挟んで反対側ですね、そこをやっていきます。じゃあ2箇所目終わりました。じゃあこの上行きましょうかね。はい、1段上の段ですね。ちょっとここやる前に休憩しましょう。今日はいいお天気です。近所の方がね、もう草刈りやってますね。まあ私の地方はもうぼちぼち草が生えていきました。今から結構草刈り機の音が賑やかになってくるでしょうね。あ、休憩しましょう。はい、じゃあ休憩。
よいしょ。暑いな。いい天気や今日は。な。うん、いい天気。抱っこする？抱っこする？抱っこする？抱っこいい？何をな？今日はですね、また午後から地域の総会でございます。この時期もう週末はびっしり総会が入ってて、全然仕事もいっぱいいっぱいし、天気も悪いし、ほんといっぱいいっぱいな、うん、水よ、水、はい、これね、ナップ、よいしょ、はい、ナップ、この向きがいいんやな、こっちの向きがいいんやな、カメラは向こうやねんな、こっちの向きがいい、カメラは向こうなんで、こっちの向きやな、よし、おお、ハエが打った、降りる？降りるの？どっち奥のどっち？今日はいい天気、うん、今日ははなちゃんゆっくりお昼寝できるな、降りる、うん、お昼寝します。じゃあもうちょっと休憩して、じゃあ続きやっていきましょう。はい、休憩しました。じゃあ続きやっていきましょう。終わりました。終わりましたというか、まああと上2段残ってるんですけど、まあ、午前中の作業はこれで終了しましょう。今日は、このナイロンコードを斉藤年始さんのハイブリッドチタンコードっていうやつを使ってみました。あのスパイラルの入ったものですね。対角 3.2 ミリの22センチ30本入りです。これはね、あのビバホーム系のホームセンターで今売ってるみたいですね。まあちょっとこの辺にはちょっとない感じですけど、トルネードよりちょっとバシバシ感はありませんけど、だからウルトラビートぐらいのランクなのかな。とても良かったですね。ボビン式の方もいただきましたので、今度はそっちの方また使ってみましょうかね。最後ですね、どんな感じで終わったか見てみましょう。はい、今ここですね、ありました。であとこっち側ですね。はい、ここと、で、この下ですね。3箇所切りました。綺麗になりました。あ、この後上がまだ2段残ってますけどね。また次回やりましょう。
はい、今日の作業は終了します。今日はとてもいい天気でしたね。あの午後からあのちょっと地域の総会があるので行きますけど、もったいないな、こんな天気のにね作業はできないって。もうこの時期ね、まあ総会ラッシュなんかいろんなところに顔出してるんで、少し整理しないと仕事もできないし、ちょっと体も持たんな。ちょっとまあ今期は仕方ないですけど、来期はまあボランティアの活動なんかちょっと調整しようかと思います。あの午前中だけの作業でしたけど、ハイブリッドチタンコードっていうのを使ってやってみました。今回もねとても良かったです。今日もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイ。今日はいい天気やった。いい汗かいたわ。あんちゃん昼寝しよった？なあ、何しよった？あんた何しよった？今日いい天気やな。はい、はいね、よいしょ、あよいしょ、はい、よいしょ。これじゃんけんできる？なあ、これでじゃんけんできる？できない？ちょっと不安定。じゃんけんする？じゃんけん、よいしょ。ウィンウィンウィン、よし、じゃんけんしようか。じゃんけんしようか。降りて降りて降りて、じゃんけん、じゃんけんするか。降りて降りてください。ちょっとここでじゃんけんする？ここでここで、よし、じゃあ、はい、じゃんじゃんけんしよう。はい、はなちゃん、じゃんけん、じゃんけん、ぽい、チョキです。納得？あんまりパッとせんかった？